あれ、いや、通ってんの。おい社長社長多分公認、ちょっと今日公認いただきましょう。社長公認でほら、フィジカルコーチの水口さんです。これはジェフの公式チャンネルに行くんで。山本さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。グーテンモーグンです。グーテンはさすがドイツ育ち。天気いいね、今日。今日抜群ですね。だよね。いや、もう社長がさっきバスでさ、今日天気いいよねっつって言ってたからね。天気大事。ああ、いいね、いい子。やっぱり暑いね、もういいね。なんか最高。どうですか、キーパーの調子たちは。抜群です。キーパーたちの調子は抜群です。抜群か、はい、いいね、いいね。頑張ろうよ、頑張ろう、頑張ろう。新しい職業だな。新しい職業とか言わないで。言わないで、言わないで。お前のポルコが恋しいよ。そうでしょ、聞きたいでしょ、はい、じゃあ今度聞かせによろしくお願いします。いきます。じゃあ今日も頑張りましょう。頑張りましょう。ういっす。まっちゃん、はい、おはよう。おはようございます。ボンジュア。ボンジュア。ボンジュア。何何言葉が出てこれね、難しいんだよ、めっちゃコントロールが。あれ映ってんすか、ここじゃないですか。あ、映ってるっすよ。けどね、結構、上目遣いっていうか。なんかちょっと下向いてますもんね。こっちか。こうやった方がいいんだろ。違うか。これ、でも、そもそものあれじゃないですか、向きがちょっと。あ、おかしい。こうしたらあれ、結構変わるやつじゃないですか。あ、そういうこと。そうそうそう。水平を保ってくれるやつだから、確か。ごめん、まっちゃん、なんか、さっきからさ、口しか映ってない場面が多いんだよね。ここがそもそもこれいじれないですか。あ、いじれた。動いた。これどうですか。あ、いけた。あ、けどさすが、さすが分析担当。さてさて。ボンジュア。ボンジュア。おお、マサさん、今日はありがとうございます。喋ってくれて。あ、今日は。いつもありがとうございます。いや、あります。よろしくお願いします。今年も。お願いします。頑張ります。マサさん、ちょっと逆光。逆光。あれが逆光ぐらいがちょうどいい。調子いいっすね、今日も。絶好調。絶好調。中畑清しか、大和田か。大和田か。いやいや、これ絶対使おう、これ。俊太さん。はい、ファーブッチ。はい。はい、ファーブッチ。調子どうっすか。どうすか。ビンビン。おお、昭和。昭和。まあこういう風にコミュニケーションを取りながら、練習メニューを作ってます。なんだっけ、それなんで。ファブチャンネルなんですけど、でもあれですよ、ジフ公式の YouTube チャンネルです。いや、もう最高。あ、綺麗。ほら。ドリブルして、シュンタパスして、ドリブルして、パスして、ターンして、最後ね、最後。いいね。ね。いいっすね。ここからこれ、スルーパス。シュンタのよくある、このこれ。どれですか。ほら、シュンタさん、いいんすか、そんな。こんなでやってたんすか。こんなでやってた。あ、やってた。やってた。二人あれですよね。水戸で一緒にプレーしてたんですよね。もうね、昔からの中の知れた親友。俊太さんどうですか、1年目、千葉1年目。千葉1年目。ビンビンだから。だから昭和なんですよ。それもカット。なんでいや、いいんじゃないですか。全然いいよ。いいと思います。俊太さんは市立船橋の10番。最高。10番以外知らないんですよね、背番号。あ、そう。あ、これが出た。名言。名言。俊太さん、ありがとうございます。すいません。で、お邪魔。ファブチャンネルよろしく。ありがとうございます。光栄です。我らが隊長ですよ。多分佐賀さん。一回ちょっとこう、一回。
はい。キャンプ終盤に持ってくるなんて。バレました。実は1回目ね、撮ってはいたんですけど、ちょっと私の指がマイクに、マイクをなり、風ね、あと。風ね、風の音で。風の音で全部ね。坂田に、でも第1回目っていう、あの、っていう体でいいですか。第1回にっていう手でいいですか。サポーターの方々が結構見てくれてると思うんで、ちょっとメッセージいいですか、佐賀さん。今年頑張ります。かっこいい。応援よろしくお願いします。お願いします。全くかっこいいかっこいい。うお、すぐ行く。ちょっと本職今佐賀さん撮ってるからさ、本職で今日一日追っかけてくるから。今日密着だから、密着。佐賀さんお疲れです。またお疲れです。あ、トミー、おはよう。おはよう、おはよう。マネージャー兼広報のパブリッシュ。おい、やめろ。通訳兼ね。トミー、富谷くんはジェフのアカデミー育ちだね。アンダー 15? アンダー15。まで？まで。までか。から高校サッカー。高校は一緒なんだよね。そうです。だから長井俊太さんの後輩やん。あと、久保祐希。後輩ない。いいね。結構もうあれだよ。ジェフ、愛が染みついているというか、染み込んでいるというか。頑張ろうね、今日も。頑張ります。うん。お願いします。ご指導のほど、よろしくお願いします。ありがとうございます。いえいえ、じゃあね。頑張ろう。バイバイ。そして忘れてはならない、ジンさん。何でしょう。おはようございます。おはようございます。我らがジンさん、マスコットジンさんも本当いつもありがとうございます。いえ、とんでもない。これはサポーターの方々が見てくれてるんで、一言あれば、今年もあのよろしくお願いします。お願いします。こうね、福割とかであの見かけたら声かけて やってくださいっていうか、声かけてください。お願いします。よろしくお願いします。マイラブユーマ。いやいや、あの時決まってなかった本当に。ほら、うん、かっこいいね。こっち来てから決まった。かっこいいね、仕事してる姿が。今指示を出してましたね、選手に。かっこいいわ、やっぱ似合うよユーマ。デスクワーク、いつもありがとう。細かいところユーマはね、まあ、皆さんご存知の通り、僕のあのインスタグラムにたまに出てくるんですけど、いつもコーヒーを入れてくれてて本当にありがたいです。ほら見てください、この指さばき、かっこいいわ。もうやりづら、やりづらい。集中してる。あ、集中してる。かっこいい、名言出ました。集中してる。ピッチでさ、出てる90分でさ、うん、こういう仕事の方が長いからさ、だからね、うん、のはほんの一部で、そうだな。こういう仕事をメインでやってるんだよっていうのは、こういう仕事をメインでやってるっていうのはね、目に見えないところね。うん、まあ、俺自身もサポートされて成り立ってんだけどね。かっこいい。うん、いや、そうだよね、うん、いろんな人の協力があってやっぱ成り立ってる。うん、かっこいいよ、ユーマ。これもうちょっと大きい声で言ってもらいたいね、今のやつ。入ったかな、音声。やらせよ。ではでは、皆さん、以上で僕のマイラブ、ユーマの紹介でした。見た？撮った？初めてあんな